all gods, including en, enki, and enlil, as well as inanna, were here in japan in ancient times. japan is a land for all gods, and even marduk, the son of enki, was here. here is the story about it with evidence. エンリルなどすべての神々の住む国でした。さらに延期の息子のマルドゥックも住んでいました。この動画の中でその証拠をお見せします。きっかけはイサイラ12173からのメールでした。それにはこうありました。カモンの四つ目結びと。その瞬間、私の脳の中で電光が光るのがわかりました。四つの目です。四つの目です。 延期のシンボルマークです。で、調べてみると、ビンゴに続くビンゴー。四つ目結びは滋賀県近江八幡市にある佐々木神社の家紋であることが分かりました。主催神は、スコナヒコナ、スコナヒコナ、つまり、高み結びの神、高み結びの神の子供、つまり、高み結びの神というのは、延期のことだったのです。私は今まで、その、 高み結びの神と、もう一人の神、神結びの神。神結びの神のどちらが延期で、どちらがエンリルであるか分かりませんでした。どちらが一方が延期で、どちらが一方がエンリルであるということまでは分かっていました。が、どちらが延期で、どちらがエンリルなのか分かりませんでした。が、今回のイサエラ12173からのメールで、それが分かりました。高み結びの神。 高み結びの神が延期だったのです。四つ目結びのカモンがその証拠です。四つ目結びのカモンは延期のシンボルマークです。つまり、四つ目結びのカモンで高み結びの神と延期がつながったのです。ビンゴーです。順に動画を見ながら説明しますが、その前に一言。皆さん、日本という国は大変な国なんですよ。すべての神々が オールキャストで住んでいた。そういう国なんですよ。そういうこともこの動画を通して皆さんにお伝えできれば嬉しいです。広し林浜松市ジャパン。では皆さんを滋賀県近江八幡市にあります、えー、佐々木神社に案内します。ここに佐々木神社があります。 多郎坊のすぐ近くです。これが佐々木神社です。で、この三門の両側に提灯がありますけれども、その提灯に四つ目結びの家紋が描いてあります。で、この佐々木神社の主祭神がスコナ・ビコナです。で、スコナ・ビコナの 父親がですね、高見結びの神ということになります。高見結びの子供がすこなびこなということになります。そして、その佐々木神社には四つ目結びの家紋がある。四つ目というのは延期のシンボルマークです。これでもう謎が解けました。すなわち、高見結びの神というのは 延期のことだったんですね。となりますと、その息子のスコナ・ビコナというのは、マルドックということになります。延期の息子がマルドックです。イナンナ・イシタールと地上の支配権を争って戦います。そのマルドックです。スコナ・ビコナを主催神とする佐々木神社の家門は四つ目結びなんですね。 で、この四つ目結びというのは、一度、まあ、定裁が変えられているということですね。えー、1843年にもともとは左のような家紋であったんですけども、それが右のような家紋に変えられたということです。それはあまり重要ではありません。四つの目が描いてあるという点が重要です。四つの目イコール、延期のシンボルマークです。となりますと、 佐々木神社のですね、主催神が少なビコなですから、その父親の高み結びの神というのは当然延期ということになります。延期のシンボルマーク。まあ右に今皆さんにご覧いただいてますけども、もう一度後で説明しますけれども、40ですね。申請数は40。で、目を4つ書いて40を表しています。延期のシンボルマークです。 この目がやがてフリーメイソンのイル,ミイルミナティからフリーメイソンのシンボルマークとなっていきます。主催品はスコナ・ビコナです。まず、現在私たちがですね、フリーメイソンのシンボルマークと言っている愛をプロビ v ンスの原型がここにあるということです。そしてその父親が高み、結びの神ということになります。 そしてその延期の息子がマルドックですから、高見結びの神の息子がスコナ・ビコナということになります。そしてそのスコナ・ビコナを祀っているのが、この佐々木神社ということになります。これでつながりましたね。で、40というのは延期の神聖数であるということです。で、右がバビロニアの神々のま構図ですね。で、ここにエア、すなわち延期がいます。そして左下にマルドックがいます。 あのオたちがニビルに帰った後、まあ一応地上の支配権はマルドックに渡されますけども、まあイナンナイスタールがそれを良しとしませんでした。ということで、えー、構想関係が始まります。で、そのスコナビコナを祀っているのがこの佐々木神社であり、四つの四つ目の結びの、四つ目結びの家紋が、えー、この佐々木神社の家紋ということでつながっていくわけです。 神聖数40について簡単に説明しておきます。これがバビロニアの神々の構図です。頂点にイシュタールが立っています。バウンダリーストーンからこれを起こした絵です。そして左にアヌオ、エンリル、エア、エンキのことです。そして頂点にイシュタール、シャーマシですね。イシュタールとシャーマシを組んでキリスト教を立ち上げます。そしてリンフルサングです。 ニンフルサングとエンキが組んで人間を改造します。こうしたシンボルマークと同時に、神々は神聖数を持っていました。アヌは60、エンディルは50、そしてエンキは40、イシタールは15、シャーマーシュは20、そしてニンフルサングは12という数字を持っていました。これが神聖数です。そしてこの40に注目してください。 40というのは延期の申請数です。で、こんなゲーム版になるものが、えー、ウルから発掘されています。ジョー・プアビのいた都市ですね。都市国家です。で、これは現版ではありません。これは神々のカレンダーです。その証明も私、林宏氏が前にいたしました。で、このゲーム版今日はですね、注意していただきたいのは、 5種類の模様が描かれているということです。左がこれ、イあタール・イナンナの紋章です。太陽系の惑星をですね、外から数えて8番目が金星です。ですから8方向に伸びる金星をイナンナはシンボルマークとしました。そして20。中央が5になってますけども、後で50と読み替えます。20丸るは10です。そして12。そして1番右。 目が4つですね。そして20まで囲んでますね。七八四40ということになります。この一番向かって右側が延期のシンボルマークであり、そして申請数ということになります。そして40イコール、えー、今、下に示しましたように40が延期の申請数であり、同時に4つの目は延期の、まあ、シンボルということになるわけです。こうしてつながって,わけつながっていきます。40、40とつながって、そして、えー、目が四つ、4つ目ということになっていくわけです。 これで40は延期だということを皆さんに分かっていただけたと思います。なあち40は延期の進数数であり、そのシンボルマークが4つの目であるということですね。その4つの目と、えー、佐々木神社の4つ目結びと繋がっていきます。なあち、えー、マルドックの、まあ、延期の流れを組むマルドック、息子ということになるわけです。一番右が40です。そして4つの目ですね。こうして繋がりました。 で、さらに話を続けています。これはアシリア、バビロニア、それからメソポタミアに残るレリーフですけども、皆、このようなアイテムを持っています。原始の学者たちはですね、これをバケツと説明していますが、これはバケツなんかではありません。何かもっと意味のあるアイテムです。ほとんどの神々はこのバケツのようなものを持っています。しかし、これはバケツではありません。 そして皆は腕時計のようなものをはめている点にも注意してください。で、同じようにこのようなものが発掘されています。まあこれはバケツというよりもハンドバッグですね。ですから古代の神々は何かの目的を持ってこのようなものを持っていたと思われます。ハンドバッグのよまあ、だと、まあ、 ハンドバッグといってもですね、物を入れるハンドバッグではなかったと思いますけども、まあそれに、それに似たようなものを持っていたということですね。そして、右上の、まあ、このハンドバッグのようなものに注意していただきたいと思います。この表面に彫られているのが、イナンナイシュタールの紋章と、そして、ンキの紋章です。マルドゥックの紋章と言ってもいいかもしれません。 これがイナンナイシュタールの8方向に伸びる金星を表す紋章と言われてますけども、太陽系のですね、惑星を外から数えると地球は7番目、金星は8番目になります。まあ、ここでですね、色を称号しているところです。なかなか色というか、色とか音というのはですね、まあ、遺跡の中から浮かび上がってきませんので、まあ、あえてここで皆さんにそれを紹介いたします。そして、目。円形のシンボルマークですね。円形すなわちプロメテウスですね。 イギリシア神話では、そして人間創造の神ということになります。繰り返しになりますが、これが後のフリーメーソンのシンボルマークとなります。私が知る限り、発見した範囲では、これが最古のフリーメーソンのシンボルマークということになります。で、結論ということになります。佐々木神社です。で、ここの神社の家紋が四つ目結びである。そしてその神、主催神がスコナ・ビコナである。そしてその神。 父親が、高み結びの神ということになりますと、高み結びの神イコール、延期ということになります。これではっきりしました。続くビデオの中では、あの、まだそれがわかりませんでしたから、逆に言っていますけども、そこは訂正いたします。どうかご注意の上ご覧ください。そして、高み結びの神ですよね。 現在、相撲取り力士がですね、えー、手刀を切りますね。3方向に。あれは、雨の水なの紙に切って、紙結びの紙に切って、そして3番目に、高み結びの紙に切る。あれ逆だったかもしれません。で、手刀を切っています。賞金を受け取るときに手をさっさと切りますね。その紹介も後でいたします。で、主最新は、スコナビコナであると。スコナビコナであると。 40という数字と、それから目の4つ目とつながっていきます。そして4つ目と延期のシンボルマークとつながり、そしてそれがですね、佐々木神社のカモになっているということになります。こうしてつながっていき、まあ、具体的に日本の、まあ、古事記に代表される神話と、それからシュメールの神々がこうしてつながっていきます。右はバビロニアの神々の構図です。 エアーがここにいます。延期です。40ですね。そして40イコール目のシンボルマーク。4つ目でしたね。そしてその左、上の左が4つ目結びにつながっていき、それが、佐々木神社のカモになっている。そして佐々木神社ではスコナピコナを祀っている。スコナピコナの父親が高見結びの神ということになりますと、繰り返しになりますけど、高見結びの神イコール延期ということになります。ビンゴですね。こういったはっきりしてきました。 日本の神々とシベルの神々、イコール同じということになります。上にいるのが、大日のような、すなわちアフラマザーですけども、アヌオ自身がアフラマザーの名を語って地上,に地球地上をまあ訓練していた可能性もあります。アフラマザーそのものはですね、神の中の神ということになりますからね、私は地球上には、滅多には降りてこなかったと思っています。 まあこうしてつながるわけですね。で、みんな、み、結びの神が、えんであり、その息子がスコなピコなであるということになります。どうも、ありがとうございました。ビンゴーです。バ、え、イ、ー、!God is one, only one, since two gods are not needed. When you see two gods, it means that one is a fake or one single god with two names, because gods never be generous to each other. Though they teach us humans to be generous, it's quite simple, and so it is here in Japan. Kami tada no kami もし二人の神がいたら、どちらか一方が偽物ということ。あるいは二つの名前を持った一人の神ということ。神は一方で人間に寛大であると教えるが、神同士は決して寛大ではない。分かりきったこと。この日本においても分かりきったこと。広林浜松市ジャパン。 では皆さんをですね、荒野山、今後無事、仲門へ案内いたします。この仲門には2体の尿像が立っています。今日はですね、この、まあ、尿像をテーマにですね、尿とは誰なのか、どこから来たのか、あもっと言えばですね、まあ、尿というのは誰をモデルにして作られているのかということについて考えてみたいと思います。尿、もしくは今後力士とも言いますけども、 仏教寺院に立っている、まあ、レスラーのような姿をした、見るも恐ろしい像のことを言います。ブッダを守護した二人の守護者ということになっていますが、日本ではゴータマ・ブッダが旅をした時、腕力によってブッダを守った、まあ、守護神と言われています。が、本当のところはですね、それが誰なのか、あるいはどこから来たのか、誰も知らないんですよね。ま、いろいろな説があり、またいろいろに説明されていますが、 まあそういうことなんですね。で、私はですね、ニオというのはですね、塩基、塩リルをモデルにして考えられた、まあ守護神だと考えています。またその像も塩基、塩リルを元にして、まあ作られているのではないかと考えています。あくまでも仮説ですけども、その仮説に従って、この動画を進めていきたいと思います。 で、これが中門の仁王像ということになります。左下がこれがエンリルですね。そして右下がまあポセイドン、延期。まあ、ポセイドンイコール延期説はヤシ林ロシですけども、えー、大変まあ類似点が多いということですね。で、エンリルはこの真剣を表す、まあ、賢弱というまあ棒を持っています。で、その賢弱がまあ左の上の 仁王像につながっているとそして一方ですね、もう一人の、まあ、仁王像はですね、三剣と言いますかね、えー、を持っています。三つに分かれた剣を持っていますね。これはあのポセイドンの、まあ、シンボル的なアイテムということになります。でポセイドンというのは、まあ、海の神様ということになるわけですけども、下半身がどうも龍のようであったということになっていますね。延期も下半身が龍のようであったというところからつながっていくわけです。 まあちょっと苦しいかなという部分もないわけではないんですけどもね。一つの仮説として、それによって林博士は考えています。で、一つの、まあ証拠といいますか、これがあの、ミトラ教の神事の様子ですけどもね。で、左下が、これが、えんき、ィルであり、右下が、エンキということになります。まあ、これと同じ神事をですね、小屋さんでも、まあ,あの、お取りを行ってますね。あの、海、まあの儀式というものも、えー、一般信者の方はですね、体験することができます。 小屋さんで問い合わせてみてください。で、中央がですね、これが九尺堂。やはり小屋さんの、えー、いわゆる根本台頭の近くにあるあ寺院ですけど、そこには2体の、こう、狛犬が立って、えー、いますけども、うん 左右反転しましたけども、一方の狛犬の側には角がある。一方にはないと。で、角のない、この今、現在、今その、向かって左の方は、これはエンディルであり、右の方はンキと考えています。で、その流れていますが、は、あの、英国王室へと繋がってるわけですね。で、まあ、ユニコーンということになるわけですね。角がある方がない方が、ライオンということになります。英国王室は、あの、いわゆるエンディル派が国を支配してますから、頂点にライオンが立っています。 でもこのようにま表現されているということですね。で、番犬という言い方をちょっと注意しておきたいと思いますけど、これはシリアンの、あーで白された像ですけどもあ、ニムルードですね。えー、まあ、門番、あるいは銃というふうに書いてありますけども、これは門番でも銃でもありませんね。えー、というのはですね、この2体の、まあ、 門番と言われている像の頭を見ていただくとわかるんですけども、この2体の像は神のシンボルであるヘルメットを被っています。で、下にまあその神々の、ーいわゆるレリーフ像を並べてみましたけども、皆同じようなヘルメットを被っている、そして、えー、小屋さんの 上の右ですね。大日のようも同じ帽子をかぶって、すなあち、これは神のシンボルなんですね。ですから、これは犬ではないということになります。すなあち、神そのものであるということなんですね。しかし、まあ、一般的には門番であり、獣、えー、物っていうふうに説明されています。で、これは神なんですね。で、日本ではですね、こう、門のところに立っている人のことを門番というわけでして、それでまあ、そういうところから、こま犬という、まあ、あ名前がついた。 と私は判断してます。しかし、これは犬ではなくて、まあ、神、エンリルと延期ってことになるわけです。で、同じように考えてですね、あの、今、これがあの、小屋さんの、えー、駒、犬ってことになってますけども、左が延期、右がエンリルってことになりますね。で、今言いましたように、角のあるなし、すなわちユニコーンであるかないかということで判断していくわけです。えー、まあ、こういうことも、 まあ、わか、まあ、分からなくなってしまった後世の人たちは、まあ、あの、ここまで丁寧には作っていませんけどもね。あの、いわゆる、まあ、小屋さんの小間犬は丁寧に作ってあるということになるわけです。それで、神々の形像を考えてみたいと思います。これ、アヌ王ですね。まあ、神々の地上に君臨した神の中では頂点に立つわけです。そして、延期。そして、その、腹違いの、 弟のエンディルとということになるわけです、延期は、あの、制裁の子ではなかったもんですから、エンディルが実質的に地球の支配権を持ちます。なし、真、ま、剣、あ、をあの王に代わって、まあ、代行して行使するということになるわけですね。で、延期の孫娘がイナンナであり、エ延ルの孫娘がイナンナということになります。まあ、イナンナはそういう意味でね。 エン延期、エンリルを祖父に持つ、まあ、ロイヤルファミリーの女王ということになるわけですね。今、このブルーの線で示したのが、これが延期からイナンナに流れるラインです。で、グリーンのラインがエンリルからイナンナに流れるラインということになります。で、頂点にいるのがあの王であると。これが、まあ、あの、古代シュメールの神々の形図ということになります。で、イナンナはイシュタルとバビロニア。 メソポタメアでは呼ばれるようになります。これがバウンダリストーンですけども、このバウンド,ウンドストーンの中には、まあ、ロイヤルファミリーが、こういう、このように、まあ、彫刻されているんですね。で、これがお、お父さんのシンであり、アヌオであり、そして、この右下にいるのがニンフルサングですね。で、ここにエア、スナーチエンキがいます。そして、ここにエンリルがいますね。まあ、そして、頂点にいるのが、まあ、当然、えー、イスターとなり、その右下にいるのがシャマーシということになるわけです。 まあこうして、まあ、あの、ロイヤルファミリーがここに書かれているわけですけども、まあ、ここで注意していただきたいのは、バビロニアでは、これはバビロニアの神の形ですけどもね、頂点にいるのがイスタールなんだってことになるわけです。しかし、まあ、神といえば当然アフラマズダーってことになるわけですね。えー、小屋野さんでは大日如来と呼ばれています。そして、エンリルとエンキがその両側にいたところでおかしくはないという、まあ、状況証拠の一つということになるわけです。で、 もう一つの神のケースから考えてみたいと思いますけども、左にいるのがエンキであり、右にいるのがエンリルですけど、エンリルの顔がですね、ライオン顔であるというところに注意してください。で、これは真の、ミトラギの真珠の様子ですけど、左右反転しています。位置があの反対になっていますからね。こうして並べますと、左にいるのがエン,リエンキであり、人間創造の、まあ、英雄ということになるわけです。現在の、まあ、イルミナティ、そしてフリーメイソンのシンボルマークとなっています。 で、今、まあ、下にあるのが英国王室の紋章ですね。で、左にいるのがユニコーンですね。角があります。そして右にいるのがライオンですね。頂点にいるのはライオンなのはですね、まあ、イギリス王室はエンディル派が支配しているということになります。で、これは下はですね、厳島神社のですね、まあ、宮島の駒犬ですけども、やはり頭に角があるのとないのとあるわけですね。駒 そして、角があるのは、円期ということになるわけです。そして、円粒の方には、角がないと。で、延の方には、あの、英語合室の文章を見ていただくとわかりますように、足に鎖があるんですね。となりますと、こう、如来というのは、雨の港の神ということになるわけです。そして、まあ、これ、この下の二体はですね、どちらが、神結びの神で、もう一人が、高見、 結びの神かどうか、ことがちょっとわかりません。まあ、あの、私も今混乱してますけども、まあ、日本ではこのような名前で呼ばれているということですね。その一つの表れがこの相撲力士の手形に、手刀に現れています。ここで左、右に切って、そして中央で、まあ、あの、アフラマザに、ま、穴をく、に、ま、手を切ってるわけですね。 まあ、こういう形で日本の真実となって残っているということですね。もう一度見ていただきますと、手刀を切りますね。エンリル・エンキス、そしてアヌオーもしくはアフラマズダーということになります。アヌオがですね、地上ではアフラマズダーという、まあ、名前を語っていた可能性もあります。で、もう一度英国音質の文章に戻っていますけれども、この頂点に立っているのが、まあ、ライオンということになるわけです。いわゆるまあエンリル派ということになるわけですね。で、 これが延期だという理由はですね、足に鎖を巻いているからそれがわかるわけです。で、その流れがメーソンリーから自由の像へとつながっています。で、自由の像はですね、足に鎖を巻いてますね。まあ人間を改造したがゆえにですね、天国から追放されて打天使となるわけですね。まあ、カトリック教会側では、プロメテウスイコールルシファーということでですね、まあサタンと位置づけられています。 でこのモデルはあの左のバッカス像をモデルにして作られています。顔が同じであると同時に髪の毛が、ね、両方垂れていますからね。ですから、まあ、こういうところから、まあ、日本では女神というふうに誤解されたようになりました。で胸がやや大きいのはです、ね、バッカスはあの胸が大きいのが特徴です、まああの。ローマ名バッカスですね。あのギリシャ神話名ではディオニソースです。そしてその流れって言いますか、まあ、フランス革命。 から、ま、繋がってきてるわけですね。で、マリアーヌもやっぱりフリージア帽を被っています。これはあのミトラ教のシンボル的な帽子です。そして、えー、フリーメイソンリンがアメリカに銃の像を送ると。で、その上にいるのが当然、えー、ミトラということになります。ミトラもフリージア帽を被っています、えー。エジプト、ローマでは銃の まあ、奴隷のね、解放された奴隷のシンボル的な帽子ともなっていました。で、一番頂点にいるのは当然、アフラマザーですね。で、アフラマザーが手に、えー、剣賢者家を持って、そしてどこかの方に、まあ、王権を渡しています。そして、まあ、縁が、まあ、その上にいると。そういうことになるわけですね。で、ザラストラが、えー、ゾラスタキを起こすと。で、ミトラがミトラキを起こして、というふうに繋がっていくわけです。 こういう流れの中に、まあ、あの、先ほど言いました、狛犬があり、そしてひょっとしたら、二王像があるというふうに、林漆は考えています。左はですね、フランスの、まあ、あの、シンボル的な、あの、絵ですけども、足でライオンを踏みつけていますね。まあ、このように西洋ではですね、足で踏みつけることによって、自分の方が優位に、 やってていいるんだととうことを示していますで手に持っているのが三角のいわゆる円器のシンボルマークであり、ライオンは言うまでもなくエンディルのシンボルマークということになるわけです。そういう意味でもねフランスとイギリスというのはまあ対立関係にあったわけです。でもう一つこの、えー、英国王室のいわゆるまあ文章を見ていただきたいんですけども、こういうふうにつながっていくわけですね。で左上にいるのがこれ円器ですね。そして、えー、右上のがエンディルということになります。 まあ、縁はあの、このレリーフでは足が描かれてますけども、エジプトの壁画では下半身が竜で描かれています。でも、まあ、このような形で、縁起と塩リルが、まあ、ながっているということになります。で、これが、ま、英国王室の紋章ですね。で、それはがミトラ教の神事の、様子とつながっているということになります。ちょうど、まあ、このね、ライオン、ライオンということになるわけですね。 えーまあ、ライオンという言い方もちょっと問題があるんですけど、まあ、地球ではライオンの顔に似ているということでライオンが描かれるようになったんじゃないかと、林犬氏は考えています。で、エンリルが頂点にいる。まあ、あの、ミトラ教の神事ではね、当然中央にミトラがいますけど、その周辺で松明を耐えてますからね、要するに、まあ、ゾラスター教の流れを組んでいるということになるわけです。 で、繰り返しになりますけども、延気の足には鎖が巻いている。ですから、プロメテウスの体には鎖が、あの、巻いてありますね。あの、2体、あの、犠牲者兆候が残ってますけども、2体とも体に鎖が巻いてあります。うんと、1体は足の方に巻いてあります。で、ミトラケの真ジをもう一度、また見ていただきますけども、まあ、こうしてね、状況証拠を固めているというふうに、まあ、理解してください。 で、ここにいるのがあ、エンリルです。ライオン顔ですね。で、この顔を,をですね、拡大してみますと、まさにライオン顔なんですね。で、今お見せしているのが、これエンリルの像ですね。えー、まあ、エンリルの像は結構あるんですけどもね。遠近の像っていうのはないんですよね。私が知る限り、まあ、プロメテウスの、プロメテウスの像ですけども、ね、二体しかありません。 で、まあ、このエンディルの顔を見ていただくとわかりますように、まあ、恐ろしい顔をしてるわけですね。みんなライオンが押してるということです。まあ、こういうところが地球ではライオンというふうに置き換えられたんじゃないのかなと思いますね。そしてその流れがですね、えー、コマ犬へと繋がってると。で、まあ、コマ犬ので、 つのでで、ねまあのない方の、まあ、両方とも同じような顔で描かれることが多いんですけどもねつの、まあのない顔を集めていましたけどもみんなライオン顔であると、まあ、中国では獅子と呼ばれて、まあ、まさにライオンということになるわけですねでこれが犬でない、まあ、犬というようなあの番犬ではないということは冒頭のところで説明しました、まあ、神なんですよね、まあ、神は番犬など必要とするはずがないわけですよね常識的に、まあ もう一つ、この仁王像に戻っていますけれども、えー、中門にある仁王像ですけれども、えー、妙に体がゴツゴツしてますね。いわゆるまあ筋肉もりもりと言いますか、コブボコボコと言いますか、それはちょっとわかりませんけど、下がミケランジョロの描いたレプタリアンの群像です。まあ、赤丸で示したのはこれ、ダヴィンチなんですよ。 あの、ミケランジョの描いたダヴィンチです。ダヴィンチの顔と一致します。で、このダヴィンチの体、見ていただくとわかりますように、体がボコボコしてますね。これはあの、コブなんですよね。レプタリアン独特のコブで、私はこの作この像、絵をですね、レプタリアンの群像と呼んでいます。ですから、まあ、体もボコボコ,ボコしているということなんですよね。で、これが英国王室の文章ということになります。そしてその並び方がですね、まあ、 お寺のですね、駒犬へとつながっているわけです。まあ、この場合は向かって左側、まあ、あの角がないんですけどもね、両方とも、縁起と縁出りということになるわけです。となりますと、この中央に犬は誰かということになるわけですね。で、ミトラ教の神事では当然ミトラを中心に置いてます、置いていますし、まあ、その向こうに、まあ、まつってあるのは当然、ゾ、えー、ラスタ教の、まあ、ラスストラもしくは、アフラマズダーということになるわけですね。で、 エンリルとエンキ。もう一つの可能性は、あ中央に飾ってあるのが、あバビロネルで、まあ、頂点に立つ、イナンナイスタールということになりますけども、そう、それはちょっとは言えないということは、今、これから説明しますけども、要するにこのエンリルがライオン顔であるということです。そしてその顔は恐ろしい顔であると。その流れが、えー、コマイネエとつなそれは間違いなんですけども、またその流れが、私は仁王像につながっていると考えています。 で、これが、まあ、小屋さんの、えー、今後無事の根本態度ですね。で、ここが、ね、中本です。そしてこのような仁王像が立っていると。で、まあ、これはあの、日本の、まあ、伝統的な一切によればですね、ブッダを守護した守護神であるというふうに言われています。 ま、確かにそういう人もいたのかもしれませんがね。しかし、本当にまあそうなのかという部分と、それから、じゃあこのこうした像のモデルはどこから来たのか、あるいはそうした考え方のまあコンセプトはどこから来たのかっていうので私は延期、ンリルを挙げています。左がエンリルであり、右がポセイドン延期ということになります。ポセイドンイコール延期説については、まだ基盤、基盤が軟弱ですけども、林博士はそのように考えています。バイ・林博士です。 で、この三角、三、いわゆる三叉剣っていうんですかね、三つの分かれた剣というのは、まあ、ポセイドのシンボルであり、同じ刀を、まあ、剣をですね、えー、小林さん仲門の、えー、いわゆるまあ、尿像も持っているということですね。そしてその流れが繰り返しになりますけども、エンディル・エンケイと繋がっていると。それはあの一つの証拠が、この、えー、ミトラ教の神事であるということなんですね。 で、樹海の儀式も全く同じような雰囲気でなされているのも大変興味深いですね、小野さんではね。はい。で、これが、あの、根本対等の隣にあります、まあ、クジクどうっていうんですかね、そこにある、あの、いわゆる、まあ、あの、いわゆる狛犬ですけども、一方の側には、えー、角がある、なやち、一角獣であるというふうに、まあ、状況証拠がつながっていくわけです。そして、左はもちろん、ライオンが、ライオンということになるわけですね。で、これが、 エンディルです。これはあのエンディルいうことで、まああの、いわゆるまあ定着していますけど、このエンディルの顔をもう一度見ていただいたんですけども、このエンディルの顔とですね、もう一つ大変興味深いあのアーティファクトが発掘されています、えー。これがエンディルなんですね。両方ともエンディルというふうに、まあ、現地の考古,学者で考古学では断定されています。この二つを足しますと、日本のコマユとネとがっていくという、まあ、これも大、まあ、これ余談ですけども、ね、こうして、まあ また別の状況証拠をこのように皆さんにお見せしているわけです。そして、その流れというのは、繰り返しになりますけれども、英国王室へとつながっていると。で、角があると。で、エンリルはライオンで、ライオンガオ。まあ、ライオンじゃありませんけど、ライオンガオであると,ということになるわけですね。ですから、まあ、ライオンというのは、 ローマンカトリックではシンプル的な動物になってますね。戦、え、闘、ー、ジュレオムの時代から、それが、まあ、そのように考えられています。で、左がエンディルであり、右がエンキィというふうに、まあ、あの、イコールってことじゃないでしょモデルって言いますかね。そのコンセプトがどこから来たのか、あるいはこの像のモデルがどこから来たかという部分でですね、まあ、あの、イコールというふうに考えて、私は考えています。そしてそれがですね、メ、えー、雨の、港の西の神と、手から、手につながっていくわけです。 で、もう一つのファミリーツリーを見ていただきたいんですけども、左がンキであり、右がエンリル。そしてそれはミトラ教の神事へと繋がっている。ということになっていくわけです。まあ、ちょっとひ、あの、ミトラ教の神も左右反転しましたけども、そしてそれも英国王室へと繋がっている。ということになっていくわけですね。いかがでしょうか状況証拠は、ほぼ、まあ、 私は真っ黒だというふうに考えています。もう一つの宮島の、狛、えー、犬を見ていただきたいんですけども、やはりこう、まあ、角、と言いますかね、が、あの、いわゆる表現されているということです。そうしますと、この頂点にいるのは、あの王ではないということになってきますよね。もっと上の神ということになってくるわけですよね。えーまあ、大日のよりは誰かですけども、まあ、大日のよりはまあアフラマズダーですけどもね。それで、雨の港の主の神というのは、じゃあ誰かと言いますと、当然、まあ、ま、 大日如来ということになっていくわけです。なあち、アフラマウザーということになっていくわけですね。まあ、これがあの、大日如来イコール、まあ、あの、髪の、髪の毛といいますかね、ブルーの、綺麗なブルーの髪の毛をしていることなどから、まあ、以前に私が、ま、証明いたしました。で、これがあの、まあ、結論ということになるわけですけども、二王像ですよね。で、左のエンリルは真剣を表す、まあ、 まあ、日本では剣弱で、なく剣剣っていうふうにね、誤解されてますけど、これ、神剣を表す棒ってことになるわけです。そして、まあ、エンリルあ。地上の支配権は、あの、エンリルが持ってましたからね。そして、まあ、エンリルが、その土地を支配する王たちに王剣を渡していましたね。その王剣のシンボルが、日本の前方公園フェイトと繋がってるんですよ。丸岩に、まあ、リボンがついてるってことですね。そして、え、北のミトラ教の神事ともやはり繋がっているということですね。で、 まあ、ここでもう一つ、まあ、結論ということになりますけども、左がエンリルであり、右がエンキであると。で、まあ、最後に一つ残った疑問がですね、要するに、じゃあ、その、アフラマズダと言われて、まあ、い,いるのはですね、あの王なのか、それともあの王のさらにその上にいる、あ君臨するアフラマズダなのかということになってくるわけですよね。で、先ほどのその、 バビロニアの、まあ、神の形状を見ていただくとわかますように、あの王がイナンナの下にいますよね。で、もし、ア、え、ヌ、ー、あの王がアフラマズダーであるならば、その、そんなことはあり得ないわけですからね。ということは、あの王ではなくて、さらにその上にいるのがアフラマズダーということになりますから、まあ、あの、いわゆる、 アフラマダが頂点にいて、その左右を固めたのがエンビル、エンキということになり、それが表現されたのがコマエヌであり、さらにその流れの中から二号像のコンセプトへとつながっていったということに私は考えています。 ま、こういうところ、ところからね。まあ、あのー、だからといって、二王像イコールエンキ、延期、延期とはまだ、あの、言えないし、それにはまだ、いくつかのハードルを超えなければならないと考えています。要するに、この二王像の、ま、コンセプト、そしてこの像のモデルはどこから来たかということについては、延期説を私は唱えています。 で、それが、まあ、日本のですね、高み結びの神と、神結びの神へとつながっていると。ですから,どらか、どちらか一方が遠慮であり、どちらか一方が遠期であることは、これは十分考えられるわけですね。神ですから。そして、その頂点にいるのが、第二次のライなわち、雨の港のの神ということになるわけです。以上が、私の今日の、まあ、仮説による結論ということになります。どうも、Thank you very much for watching, and bye for now. wikipedia writes as follows: "koma inu, often called lion ducks in english, are statue pairs of lion-like creatures, either guarding the entrance or the inner shrine of many japanese shinto shrines or kept inside the inner shrine itself, where they are not visible to the public. the first type, Born during the Edo period is called Sando koma inu, the second and much older type, Jinnai koma inu. They can sometimes be found also at Buddhist temples, nobility residences, or even private homes. It is, however, widely believed here in Japan that they are just lion dogs and Koma Inu literally means guardian dogs. It is also widely believed in academic society they are from China. Ahiroshi Hayashi claimed that they are Enlilu and Enki, the gods both in Sumeru and Japan in ancient times. Here in this video, you see its evidence and Proof! 駒犬は犬ではありません。エンリルとエンキの二人の神を言います。また、中国から渡ってきたと言われていますが、本当にそうでしょうか今日は改めてその駒犬について検証してみますが、まず最初にシュメールで見つかった駒犬そっくりのアーティファクトを見ていただきます。顔はライオン顔ですが、体は獣つまり、 動物です。これは現地の研究者によれば延期ということになっています。地球の支配者延期であると。が本当にそうでしょうか私の見たところどう見てもライオンです。縦紙がしっかりとあります。もし延期ならお牛ということになります。私はこの像で表現されている動物はライオンであり、このアーティファクトはエンリルと判断しました。それについての動画はこの後につなげておきます。 もっとも、このことは今日の動画では、それほど重要なことではありません。今日の動画について言えば、こうしたアーティファクトがシュメールで見つかっているということです。つまり、日本の狛犬そっくりであるということです。え今日は、このアーティファクトを中心に話を進めていきます。広志林市ハママシティジャパン。こんな情報が 手にに入りました。シュメールのの発掘物についての研究論文で,すウルで,す、ね、で、その中の1ページに左上のようなアーティファクトがあったというのです。このアーティファクトです。発掘物です。で、これを見たときに私は日本の狛犬そっくりだと思いました。で、これは エンディルなのか、エンキなのか、ということなんですけども、この研究者によれば、これは牛であり、エンキであるというわけですね。しかし、まあ、よく見て、て言いますか比較していただくとわかりますように、ライオンのようですね。牛ではなく、ライオンだと思います。その証拠に、縦紙、そして顎の下にはふさふさとしたあ髪の毛イコール毛があります。で、私はこれを、エン、 リると判断しました。まあ、今日の、まあ、動画にはそれほど重要なことではありませんけども、とにかくこうしたアーティファクトが見つかったということです。ビンゴですね。で、厳島神社の、えー、狛犬を皆さんにまず見ていただきます。日本では犬ということになっています。guardian dogs と訳されています。なあち、護衛の 犬と。まあそういうことなんですね。もっとわかりやすく言えば、番犬だというわけです。で、これがその狛犬です。で、日本ではですね、向かって左側に角のある狛犬、右の方に角のない狛犬が配置されています。この角を見ていただきたいと思います。これはユニコーンですね。そして右の方は角がありません。 で、この角のあるなしで判断するわけですけども、左が延期、右が延リルということになります。左右入れ替えてみます。で、日本だけで見ていると判断がつきかねますので、英国の王室の紋章と比べてみます。下が英国の王室の紋章です。向かって右がユニコーンです。左がライオンということになりますね。 で、角があるなして判断します。で、さらに、ミトラ教の真事の様子を表したこの絵を見ていただきたいと思います。向かって右に三角形があります。そして左にライオン顔の神がいます。右が縁起、左がエンリルということになります。そして、右の方はですね、やがて、えフリーメーソンと流れ、銃の像へと繋がっていきます。 延期、すなわちプロメテウスの足にはこのような鎖がついています。まあ、この鎖で判断します。上の王国の紋章の中のユニコーンにも鎖が巻いてあります。すなわち、ルシファーということになるわけですね。えー、ローマンカトリックではサタンと呼ばれています。同じ紙ですけども、えー、プリメイソンの方では人間を解放したエイ雄、すなわちプロメテウスであり、えー、ローマンカトリックの方では サタン中のサタン、すなわち悪魔ということになるわけです。そしてその流れはフランス革命へとつながれ、そしてまあ自由のシンボルとなっています。そして足でですね、ライオンをこの女神は押さえつけています。このようにですね、西洋では足で踏みつけることによってその優位性を示しています。すなわち、延期がエンリルを押さえたということをこの絵を表しています。そしてアメリカの一度スの裏にこの三角形の模様が描かれています。こうして、それぞれの、まあ、 アーティファクトと言いますかね、ものがですね、こうして繋がっていくということです。そして左が、これがエンディルということになりますね。そして角と一体して繋がっていくということです。なわち、えー、一番上の左はエンディルであり、右がエンキってことになります。そして今回、こうしたアーティファクトが見つかりました。シュメルの神です。で、先ほど言いましたように、この神はですね、まあ、 シュメールの現地の研究者によれば、延期ということになっていますけれども、まあ体がですね、ライオン、ライオンであることから私はエンリルと判断しました。その証拠に、このミトラ教の神事の様子の向かって左側のこの、まあレリーフを見ていただきたんですけれども、ここにライオン顔の髪がいます。まあ日本でいう不動明王ですね。いわゆる、まあ恐ろしい、見た感じ恐ろしいか顔の髪ということになります。それを当てはめてみますと、日本の狛犬そっくりに、 なるということです。なあち、このアーティファクトはエンリルを表している。なあち、ライオンのエンリルを表しているということになります。中国語では獅子と言いますね。なあち、狛犬はこのように犬ではなくて、エンリル延期の神々を表しているということになります。番犬という発想は、なってますが、かなり日本人的な発想ということになります。ここは神々の え、領地であるぞということをこのように紙を並べて示したということになります。で、まあ、ここではエンリル・ブルと書いてありますけども、書きましたけども、エンリル・ブルっていうのは現地の研究者の言い方です。で、結論ということになりますけども、この、えー、ミトラ教の真事の様子が大きな手がかりになりました。で、左、向かって左側にいるのがエンリル、そして右にいるのがエンキということになります。 エンリルは普通ライオン顔と言いますかね。ライオン顔で示されることが多いです。そして塩気は三角形で表されることが多いです。そして、まあ下に、まあお見せしたのは一般的な神社と狛犬です。そしてこのように配置されているということですね。日本は左右が反転しています。そして、まあ並べてみますと、右が塩気、左がエンリルということになります。そしてこの中央にあるのは、当然まあミトラ、のミトラ教の神社はミトラということになりますけれども、いわゆる 神の中の神、すなわち、アフラマザーということになるわけですね。日本風に言えば、大日如来ということになります。もっと言えば、アヌオだったかもしれません。あるいは、アヌオがアフラマザーの名前を語って、地上に君臨し、訓練してとしても考えられます。まあ、このように考えますと、矛盾なく、綺麗に説明できるということですね。すなわち、日本の神と、そして、シュメルの神はこのようにしてつながっている。もちろん、 日本の紙の方が先ですよ。そこは誤解しないでくださいよ。シュメールから日本へ来たのではなくて、日本からシュメールに行ったということになります。続くビデオ、どうかご覧ください。バイフォーナー !Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about a guardian dogs in Kongo Buji Temple, Koyasan, Japan. But they are not a guardian dogs as have been said in the history of Japan. They are a lion and a unicorn, or Enlil and Enki, ancient gods. Here is its evidence. 一昨日時のKoyasan Kongo 向かって左側がですね、頭に角のあるユニコーンです。そして向かって右側がライオンです。左側が塩キですね。そして右側がエンリルということになります。ライオン顔です。まあ、角のあるなしで判断します。ご覧ください。そしてですね、まあ、西洋と東洋ではこの位置関係が反対になっています。 まあ、エンディルというのはですね、もともとライオン顔なんですね。ですから、まあ、日本でもライオン顔で描かれています。下がですね、えー、私が見つけましたちょっと変わった絵なんですけども、これがエンディルであり、延期であるかどうかということはわかりません。しかし、まあ、こうした絵もあるということですね。しかし、下はですね、これはミトラ教の神事の様子です。えー、今後無事でもですね、いわゆるまあ、樹海の儀式をですね、えー、体験することができます。 全く同じ雰囲気で、同じ、まあ、マントラを読んでですね、そして、あの、儀式をします。まあ、左がエンディル、右がエンキということになります。で、エンディルはライオン顔ですね。で、エンキの方は、まあ、三角形ですねで。左右反転していますと、位置関係が同じになります。えー、向かって、右側がエンディル、ライオン顔ですね。そして、左側がエンキ。すなわち、まあ、やがて、フリーメイソンへとつながっていくわけですね。で、フリーメイソンのシンボルマークになっています。 まあ、プロメテウスってことになるわけですね。そして一方、同じプロメテウスですけども、ローマンカトリック側が、はですね、ルシファーと位置づけています。で、このエンリル、日本では不動明王となるわけですね。そしてこれ、あの、セリフ、木村さんが送ってくださったんですけども、えー、三角の、まあ、いわゆるシンボルマークを持った、 ま、自由の象徴がですね、ライオンを足で踏みつけているところに注意してください。このように西洋、まあ、東洋でもそうですけども、足で踏みつけることによって、えー、優位性を示すわけです。ライオンを抑えています。一方、これがですね、UK のシンボルマークですけども、頂点にライオンがいます。そしてユニコーンが向かって右側にいますね。いわゆるずさだということですね。すなわち、こうしてライオンの優位性を示しているということになります。 まあこうしてフランスと、まあ、UK とはですね、その、まあ、宗教的にも対立してきたということを意味するわけです。ライオンが頂点にいますね。で、こうしてフランスと UK というのは、まあ、対立関係に、宗教的な意味でも対立関係にあったということになります。その上に当然いるのが神すなわちアフラマズダーということになります。ご覧ください。いわゆる向かって、まあ、 この西洋風に言えば向かって左側がエンリル、向かって右側がエンキということになります。頭に神々髪髪がかぶる、まあ、いわゆるヘルメットをつけているからそう判断します。なあち、犬ではないということですね。しかし、ネムルードのこの発掘された、このいわゆるまー、あ、によればですね、バモンバンとそして桁物。 ラマ,ラマックス、ラマツですかね像と書いてありますけども、獣なんかじゃありませんね。獣が神々のヘルメットを被るわけがないわけです。ですから、まあ、このように誤解されているということですね。その証拠に、そうしたその神々のヘルメットというのは、リーフ、あるいは彫刻として現在に残っています。えー、日本の大日のようまあ、たまたまですね、今後無事の、いわゆる根本大頭の中にある、まあ、あの、大日のよりも同じ帽子を被っています。ご覧ください。 すなわち、門番でもなければ、獣でもない神そのものなんですね。神は門番なんか必要としないんですよ。すなわち、ここはこの神々に属する寺院、えー、であるということを示したわけです。門番という発想は、日本人独特の発想ですね。まあ、門のところに立っているから。そしてこれが、まあ、駒犬となったわけです。もちろん犬,だけ犬ではありませんよ。神様ですよ。ということで、まあ、昨日ですね。 えー、荒野さん今後無事に行ってきましたが、まあちょっとそんなことが話題になりましたので、私はですね、ちょっとしたかぶりして皆さんに説明してあげました。向かって左側がユニコーン、そしてみんなですね、ライオンということになります。まあユニコーンはンキの象徴、そしてライオンはエンリルの象徴ということになります。 遠い過去においてはですね、えー、延期も遠離流も仲が良かったみたいですね。やがて対立関係に入りますが、それについての、まあ、ビデオは別のところで作りましたので、そちらでご覧になってください。続くビデオは、コマ犬についてのビデオです。まあ、かなり以前に作ったものですから、まあ、まあ、お聞き見苦しいところがあるかもしれませんけども、お許しください。Bye for now! Hello, this is Yuko Atago, Seri Kimura, France and Hiroshihaya Shi Japan. Guardians dark in mystery. The guardians are Enlil. 謎の駒犬。駒犬は Enlil であったという話です。駒犬です。この駒犬は犬なんでしょうかそれともライオンなんでしょうか それとも別の動物なのでしょうかまあ、駒犬っていう以上ですね。犬なんですね。というのは日本にはライオンはいませんでしたから。まあ、それで犬ということになったんだろうと思います。しかし、これは犬でしょうかそれともライオンなんでしょうかあるいは、この駒犬はですね、一体誰で、どこから来たかということなんですね。で、一般の説に従いますと、駒犬は、まあ、エジプト、 ま、ライオンというライオン説からですね、エジプト、もしくは中国、あるいは朝鮮半島を渡って日本にやってきて、コマ犬として日本で発達したと。ま、日本独自のコマ犬が出来上がっていったというわけですね。ま、しかし本当にそうでしょうかま、単純に考えれば、ま、失礼な言い方からなるかもしれませんけども、単純な考え方をすればそう,いうことになりますけども、本当にこれはライオンなんでしょうかま、少し回りくどい説明になりますけども、優子さんからこんなメールが届きました。 イギリスの、まあ、これ、紋章なんですね。で、中、この紋章を見ますと、向かって左側にライオン、向かって右側にユニコーン、いわゆる一角獣がいますね。で、この紋章を見るとですね、えー、今言いましたように、このライオンが左向かって左側にいる。しユニコーンが右側にいる。と、そして、頂点に、えー、ライオンがいるわけですね。ということは、このイギリスの紋章においては、ライオンが優勢であると。いわゆるそのライオンが、 ユニコーンを抑えているということになるわけです。そこでユニコーンを見てみますと、鎖が巻いてありますね、体に。ということは、これはあの、まあ、ギリシャ、ギリシャ彫刻によればですね、これはプロメテウスということになるわけです。そこで、自由の像、アメリカの自由の像を見ますと、やはり、ここに鎖がついていますね。ところが、この自由の像というのは、あの、バッカス、いわゆるディオニソスをモデルにしているわけです。で、ディオニソスをモデルにして、あの、 まあ、自由の像ができたわけですけども、顔の形同じですね。それから、髪の毛も同じです。そして、バッカスって言うんですけど、ローマ名はバッカスですけども、バッカスも胸が大きいです。まあ、ブローシの神様と言われていますけども、で、リオニソスなんだと。で、自由の像がなぜ、鎖をつけてるかですけども、それにはちょっとま、また理由があるわけですね。 実は、ギリシャ神話の中で、えー、鎖で巻かれて、えー、いたのは、プロメテウスなんですね。プロメテウスは、えー、人間を改造して、現在の私たち人間にしたわけです。そして、足に鎖を巻かれて、まあ、野に放たれるわけですね。そして、鳥につば割れてっていう、お腹のところにつ、ま、鳥がいますね。じゃあ、なぜ、えー、自由の像は、あの、プロメテウスじゃなくて、ディオニソスかと言いますと、プロメテウスが人間を作った時に、最初に、ま粘、あ、土から作ったのが、ディオニソスということになっているからなんですね。 で、延期の話になります。延期は、まあ、人間を救った、まあ、神様である。まあ、神様というかね、あの、あの、まあ、フリメソン側に言わせれば、これは英雄なんですね。で、まあ、あの、カトリック側に言わせれば、ルシファー、ー悪魔なんですね。まあ、どちらが正しいか、それはまたこれから結論が出るところなんですけども、一番上ののが、マリアンです。マリアンも、フリギア帽を被っています。いわゆるこの流れなんですね。で、フリギア帽は当然、ミトラ教 の流れを組んでくるわけです。えー、そして、あの、まあ、自由のシンボルともなるわけですね。この帽子が。そして、フランス革命が起きるわけです。そして、その上に当然いるのが、あミトラでありミトあ、ミトラであり、その上にいるのが、ゾロアスター教ということになるわけです。この流れの中から、まあ、あの、自由の像が、あの、生まれてくるわけです。で、一番上にいるのが、まあ、当然、延期ということになるわけです。まあ、その上になりますと、今度はフラマズー,ザー アヌ王からアフラマズタっていくわけですけどもね。延期ザラスストラ、ミトラ、それからフリギアボート来てフリーメイソンにその流れが継がれて、そして、自由の像へとアメリカの自由の像へと繋がっていくわけです。まあ、こういった流れがあり、中で延期がいるわけです。で、フランスの方ではですね、左側は、セリー、あの、木村さんが送っていたくださった絵なんですけども、ライオンを足で押さえてますね。この足で押さえるっていうところが、あの、いわゆる、まあ、ポイントなんですね。 なわち、えー、フランスの方では、ライオンを抑えている。なわち、エンディルを抑え込んでいるっていう意味なんです。そして手に持ってるのが、まあ、あの、フリーメイソンのマークである、シンボルマークである、この三角形に目、いわゆる、アイオープロビダンスなんですね。節立の目です。あるいはアイオープロメテスっていうのは元々の言い方だったんですけどもね、アイオープロビダンスという名前を変えたわけです。上にいるのが、左がエン、エンキー、そして右ののがエンディルということになります。 こうして二派が分かれるわけですね。真っ向こうから対立するわけです。で、エンリルは人間の改造に反対し、延期は人間の、それを押し切って人間の改造をしてしまうわけですね。それの流れがカトリックとミトラ教に引き継がれるわけです。 で、これはイギリスの王室の文章ですけども、これはあの逆にですね、一番上にライオンがいることがわかりますように、えー、一番上にエンディルがいるわけです。これで右の方は、今度はあのミトラ教の真事をしている絵なんですね。マコデさんって方が届けてくださいました。で、この真事をしている絵の中の丸の中に、えー、左側にるのがエンディルで、右に書き込んであるのがエンキーってことになります。中央にいるのはミトラ教の真事ですから、当然ミトラの、ミトラがこの絵が描かれています。 ま、こうして、あの、ま、比較してみますとですね、ま、コンセプトが同じだってことわかりますか真ん中に、え、いわゆる王を置いてですね、そして左右に、え、ガーディアンを置いてるわけです。で、もう一度この二人の神様を見ていただ、見てください。これは、あの、神様なんですよ。いいですか犬じゃありませんよ、左側。これはエンディルなんです。そして、右の方は三角の、ま、マークの中に書いてあるのが、エンキのシンボルマークですね。そして、真ん中にいるのがミトラになるわけです。 で、まあ、こうして中央に大きい、そして真剣を持っている大きい左右に紙を並べるというやり方なんですね。で、この流れをもう一度見てみますと、中央にアヌ王がいます。そしてそのアヌ王が腹違いのエンリルとエンキが生まれます。そしてその孫娘の イナンナ、いわゆるイスタールが生まれるわけですね。そして、その、まあ、双子の兄弟ですけども、ウトゥーとイナンナが生まれるわけです。イナンナが、やがてバビロネを支配する女神となっていきます。もちろん、日本の、日本の、日本にも、日本ランドにも君臨しました。こういう流れの中からですね、えー、右の延期の方は、いわゆる、まあ、なんて言いますか、 まあ、プロメテルスなんですけどね、プロメテルスになって、そしてそれがフリーメルーソンリに繋がり、そして、えー、エンディルの方は、ヤーフェ、ヤーフェになって、そして、旧約聖書の流れを組んで、そしてローマンカトリックと繋が,がっていくわけです。エンディルとエンキ。いわゆる、ま、なっていますか。あの、いわゆるガーディアンではないということです。そしてこのコンセプトと言いますかね、は、あの、日本のコマエニと繋がっていくわけです。 で、もう少しちょっと回り道しますけども、フランスのミトラ、ミトラ教についてちょっと説明しておきます。まあ今言いましたように、これがミトラ教の神事をしているところですけども、あみんなあのフリギャ帽を被ってますね。いわゆるトルコ、チューブの古名です。これがフリギャ帽です。そして、まああの、 奴隷のシンボルとなると同時に、またローマ時代には解放、そしてフランス革命の時には自由のシンボルとなって現れてくるわけです。このマリアンもよく見てください。あの、フリギア帽をかぶってますね。えー、フランス革命の時に、投主たちは皆このフリギア帽をかぶって、えー、フランス革命の投主として戦ったわけですね。そして左が、まあ、今言いましたフリギア帽フリギア帽といわるミトラ、ミトラというのはフリギア、まあトルコ中部で生まれた、生まれては、あの、 ルルリキアで、生まれるんんででですすけどリキアで去っていくんですねこれがエンリルの話になります。これがエンリルです。よく見てください。このエンリルの顔って言いますかね。これはライオンの顔をしてるわけですが、ライオンじゃありませんよ。エンリルですから。で、エンリルの顔を集めていますと、みんな一応にこのような顔をしてるわけです。人間離れしてるって言いますかね。まあ、見方によってはライオンにも見えるわけです。いわゆる重刀、いわゆる重の頭を持っている、まあ、神様ということになるでしょうか。しかし、これは神、あの、重要でありませんよ。真剣は表す棒を持って、 ますから日本では尺って言いますね。で、一番右の不動明王はそれを持っています。なあち、不動明王はエ演ルとってことになるわけですね。それについての証明は以前いたしましたが、エ演じルいわゆる不動明王はですね、日本全国にこの不動、お不動様として祀られていますけども、不動明王はですね、エンリルってことになるわけです。なあち、日本を支配した神ということになるわけですね。で、 この尺といいますか、棒を持っていることに注意してください。そして一方、今度は延期の話にも行きます。延期の、延期になりますと、今度はですね、右の方ですね。これが延期のシンボルマークです。そしてこの三角の中に目を変えたのが、アイオ・プロメテウス。プロメテウスの目が、ローマ時代にアイオ・プロビデンスというふうに言い換えられました。セスリーの目というふうにうまく言い換えたわけですね。で、フリーメーソンのシンボルマークになっています。そしてその手前に、いわゆるその、体末がありますね。トーチがあります。このトーチが、いわゆるゾアスター教のシンボルです。 そそれは密教になり、民レになり、そして、えー、自由の像は、あ松明を考え、その流れはオリンピックとして引き継がれ、さらに民霊は密教となり、日本の空間によって日本に伝えられ、小屋野山で、えー、こうしたごまとなって、まあその信心が残っているわけであります。さあ、不動明王イ,イコールエンリル。えー 今、あの、向かって左側にいるのが、あの、エンリルですね。そして、この中央にいるのが、これが真珠を行っている、まあ、まあ、悪魔の、今風に言えば、まあ、あの、牧師さんですね。そして、この牧師さんもやっぱり冒頭和を持っています。不動明王も、某、真剣を表す冒頭、王剣を表す和を持っています。こうして、まあ、なって言いますか、真珠を行うわけですね。そこで、 ガーディアン・アニマルズいわゆるそのなってますから動物かどうかということなんですけど、今まで流れから見てわかるように、真ん中に王がいて、そして左右に置いてあるのは、これは動物ではありませんね。神々なんです。同じように、日本のですね、神社もですね、真ん中に神様を王を置いてですね、というか王を置いて、そして両側に置くのは、これは犬ではありませんね。ライオンでもありませんね。もちろん、ガーディアンでもない。すなわち、神自身だと考えるのが自然なわけです。 まあ日本ではコ犬というふうに、まああのしてしまいましたけども、犬なんかじゃないっていう、まあちょっと通りま、遠回しな説明をいたしました。で、もう一度並べてみますとわかりますように、えぇ、ー、アタムさんから次のようなメールが届きました。まあこれはこれ一般説ですね。しかし、まあそうではないと。 ゆう子さんの話と、それから、あたごさんからのメールを、あの、いわゆるその、解釈しますと、えー、実は、この、私たちがコマ犬と呼んでいるコマ犬はコマ犬ではなくて、実は神様自身であったということ、すなわちエンリル自身であったということになるわけですね。そのことは上と下を比べてみてください。そして、えー、 アタゴさんがおっしゃるには、むしろ日本の方が発祥地であって、それが、まあ、なんて言いますか、ペルシャ、バビロニア、それから、あシ,ュまあ、シュメール、バビロニア、そしてメソポタミアに伝わっていって、エジプトに伝わっていって、さらに、イングランド、UK へ伝わっていったというふうに考えるのは自然じゃないかというわけです。まあ、それを、まあ、あの、その一つ別の証拠としまして、これ私たちはこれを獅子バイと呼んでますね。ライオンダンスと呼んでますけども、これはライオン、ライオンなんかじゃないですよね。 まさにエンディルを表した神様ということになるわけです。実はこれと同じものがですね、ペルーでも見つかっているわけです。まあ、次のが、あの、これがですね、ペルーで見つかった発掘物ですけども、ブラジルの、まあ、ペルーの、ここあ、あ、ここはボリビアになりますかね。ここであの、ボリビアあの、<laughs> で見つかったものですけども、ここで見つかってる。これは,これはペルーで見つかってるんですよね。確か。あの、こうしたも、あ ものが見つかってます。エクアドルですね。先ほど間違えました。あの、これが、あの、ペルーで見つかった、まあ、ものなんですけども、それについての記事が出ています。で、これは、 あの別にガーディアンでも何でもない神様なんですよ。何でもないと逆なんですけどもね。神様なんですよ。これと日本の獅子舞と比べてみてくださるとわかりますように同じコンセプトで同じに作られているってことなんです。なぜち、この獅子舞はライオンではないということですね。なぜならばペルにライオンなんかいるはずもないんですから。ですから、ま、あのこれは神様であるということになるわけですね。なぜち、エンリルを表しているわけです。 となると、ここでまた繋がっていきますね。なあち、えー、インカの神様はエンリルであるってことになってきますと、結論は次のようになります。なあち、日本でエンリルが、まあ、縄文文明を引き続くわけです、環太平洋を支配するわけですね。で、その後、まああ、このエンリルの、その、流れがですね、えー、ま、はじめに、まあ、インカへ伝わっていく,いくわけですけども、まあ、それがペルシアに伝わり、えー エンリルっていうふうに表現される。そして、右の方でインカにも渡わたるインカ人っていうのは、自分たちの先祖は日本から来たって言ってるんですよ。そして、あの、ペルシャから今度は、イング、UK にわたって、先ほどのライオンの紋章となっていったと。いわゆる、日本が、日本がその中心点にあるってことなんですね。その、狛犬が、その、なんて言いますか、その証拠の一つっていうことになるわけです。で、これが狛犬ですね、皆さん。 ご存知の。これはもう犬なんかでもない。ライオンなんかでもない。もちろん、ガーディアンでもないと。守護獣なんかではない。神様自身だということになります。というのが今日の物語です。まあ、どのように判断なさるかわかりませんし、また、おいおい、まあ、いろんな証拠が出てくるものと思われます。どうも、最後まで見てくださいました。ありがとうございました。バイ。